杉丸。杉丸は東京都杉並区のコミュニティバス、南北バスの愛称である。杉丸はもともと杉並区の街づくり進行のイメージキャラクターであり、それがコミュニティバスの愛称になった。車体にも杉丸のキャラクターが描かれており、バスごとにキャラクターの色が異なっている。ケ路線、阿佐ヶ谷駅、浜田山駅、桜路線、浜田山駅南から、 下高江戸駅入口、楓路線、西尾木久保駅、久我山駅の3系統がある。ケヤ路線と桜路線は、京王バス東、英福町営業所、楓路線は、関東バス五日市街道を営業所に、運行委託している。2000年11月25日、杉並区、コミュニティバスとして、阿佐ヶ谷駅、浜田山駅、後の欅路線が開業した。 この路線が走る杉並区中南部の浜田山、西州地区は道路の幅が大変狭く、一般バスの乗り入れが困難なところが多い。このため、特に南北方向の交通が急迫であり、区役所などの公共施設が集中する阿佐ヶ谷に行くにも不便であった。こうした背景から、境内道路を走行できる小型車両を使用して、交通不便地域を解消し、 公共施設を連絡する手段をも兼ねたコミュニティバス路線を杉並区が主体となって運行することとなったのである。しかし、ムーバスやそれに倣って開通した他のコミュニティバスと異なるのは地域内循環路線ではなく2つの離れた駅間を結ぶ往復路線ということである。綿密な現地調査に基づく適切な路線設定であったため、結果的に多くの利用者の獲得につながり、 こうした形態のコミュニティバスが十分成立し得ることを示した。この路線の成功を受け、2004年に、阿佐ヶ谷、浜田山線を、欅路線と命名し、桜路線、浜田山駅南から、下高井戸駅入口を新設。さらに2008年2回で、路線、西小木久保駅、久我山駅が開業し、現在は3ルート体制で運行している。杉丸の開業後、 周辺の一般バス路線において、車両の小型化によって、積極的にアイロに乗り入れ、南北間の交通を補充するという趣旨の路線、公園寺駅から新公園寺駅、英福町、高45、新礼二が登場しており、いずれも開業日と翌日は、無料運行を行った。2016年1月23日から3月21日まで、 町おこしイベントとして開催されている、アニーウォーク2016ウィズ・それが声優の期間中、杉並区を舞台にした、アニメ、それが声優の主演を務めた声優、ニットイヤホンズによる、社内アナウンスが行われていた。2016年9月1日、帰れ路線が、関東バス大梅街道を営業所から、五日市街道を営業所に移管された。停留所は、 主要停留所のみを掲載した。詳しくは、運行を担当している各営業所の公式ホームページなどを参照のこと。最初に開通した路線で、阿佐ヶ谷駅と浜田山駅を約25分で結ぶ。退避所の設置や急カーブの改善、一般ドライバー、歩行者への注意喚起を目的とした路面のカラー舗装など、十分な道路整備を行った上での開業となった。 また、浜田山駅周辺は、人通りが多いため、警備員を配置している。運行頻度は15分間隔で、平日は、浜田山発7時30分、20時30分、阿佐ヶ谷発8時から21時、休日は、浜田山発8時から19時、阿佐ヶ谷発8時から19時30分までの運行。2008年より、パスも、追加が利用可能。 2013年度の1日平均の乗車人数は1701人。2001年12月1日に両方向各1箇所の停留所が増設された。2002年3月31日まで入古便は浜田山駅を経由しなかった。2002年4月1日に運行時間帯が拡大された。2013年11月より経由地である。 朝ヶ谷住宅の再開発工事が本格化したため、杉並税務所全幅寺川緑地間では既存の停留所4カ所が廃止され、その代わりとして浜田山方向に臨時停留所が設置された。2014年12月1日、ダイヤ改正及び停留所名の変更、停留所の新設が行われた。片道約20分で結ぶ。2004年10月30日に、 柏の宮公園開園に合わせて開業された。8時から19時までの30分間隔の運行。2008年12月より、パスも、スイカが利用可能となっている。8時から19時までの20分間隔の運行。開業当初から、パスも、スイカが利用可能。上下線が3カ所で分離している。杉丸専用カラーの小型車で運行される。現行車両。 京王バス東のリエッセの除籍に伴い、専用車両はポンチョで統一された。京王バス、関東バスの通常カラーのポンチョが代走することもある。関東バス大梅街道営業所が担当していた頃は、関東バスカラーの三菱ふそう、エアロミディ ME が代走することもあった。京秋路線、桜路線、京王バス東で使用された。専用車両は、除籍済み。 ケオバスカラーのリエッセが予備者として代走することもある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。